大分合同新聞をご覧の皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの浜端洋平です。この度私11月の5日にデビューシングルになりますゆいという曲をリリースいたしました。今日はその宣伝でこちらにお伺いしているわけでございますけれども、なんとですね、ぜひぜひ、CD がリリースされたのでね、皆さんにライブに来ていただきたいなと思うんですけども、なんと私今年の9月にもう大分にライブしに来てしまいました。というわけで、次いつ大分でライブができるのか、まだ未定なのにこんなところにやってきてしまいまして、大変申し訳ないんですけれども、できるだけ早くライブができますように、予定を組んでいきますので、ぜひ皆さんライブ会場に遊びに来てください。今回の、デビューシングルなんですけども、事務所の先輩でもあります山崎正義さんが、聴いてくださったり、山さんのバンドの皆さんが全面的に僕にお力をお貸しいただきましてですね、非常にこう、なんていうんですかね、前科というか、豪華というか、それでいて歌はまっすぐな、そういう素敵な、本当に素敵な CD だと思います。ぜひまだ、聴いたことないという方はぜひどこかで聴いていただきまして、ちょっと好きやなと思ったら CD をね、手に取っていただきまして、そして皆さんのところで、暮らしに歌が馴染んでいけばいいなと思っております。そしてですね、僕今47都道府県全県弾き語りツアーといってですね、北は北海道から南は沖縄まで、弾き語りでのライブをね、途中なんですけれども、大分県はですね、9月に続きましたけどね、このツアーに伴いまして、私食の細道というね、行った先々の名物を食べる食レポのコーナーというものをやりまして、YouTube にバシバシこうアップロードされているところなんですけれども、なんと大分県取り忘れております。そして忘れてますという動画が今大分県のね、になっておりますので、これをぜひやり直しに来なくてはいけませんから、ぜひ近いうちに必ず、ライブを大分市に行こうと思います。はい、というわけで、浜端洋平でございました。またライブ会場でお会いしましょう。